な自然と独特の文化を誇る長崎県。その風土から様々な工芸品やグルメが生まれてきました。長崎には全国的に評価されている名産品、特産品がたくさんあります。Amazon 日本ストアで長崎の素晴らしい商品を私たちも応援しています。Amazon の日本ストアには地域に根ざした生産者が作る伝統、技術、アイデアが詰まっています。その中から県内の名品をご紹介する、それがヒント地元応援団です。生産者が思いを込めて作った日本の名品に光を当てている Amazon の日本ストア。ヒントでは月1回そんな Amazon の日本ストアに掲載されている商品の中から九州沖縄の名産品を県内のものを中心にご紹介しています。今回ご紹介するのは、長崎県が養殖量日本一を誇るあの魚を使った商品です。高級魚として名高いトラフグ。長崎県の養殖生産量は日本一、全国シェアのおよそ 50% を占めます。そのトラフグの皮を使ったキムチが今回の一品です。作っているのは長崎市砥石町にある石井商店。さまざまな水産冷凍食品を中心に製造販売しています。朝8時、工場の前の漁港に入ってきた船。橘湾で養殖されるフグが生きたまま運ばれてきます。抜群の鮮度で工場に持っていきます。原田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて砥石のフグの魅力っていうのは。餌にもこだわってまして、養殖業者さんがもう2年ほどかけて成長したものを使っているので、その間に歯切りといって、他のフグを傷つけないように一匹一匹手作業で年に5回ぐらい歯切りという作業をして、丹精込めて育てられたトラフグです。トラフグは高タンパクで低脂肪という、もう美容と健康にも適した食材とかお魚なので。そんな砥石のフグの皮を使ったキムチを作ろうと思ったきっかけは。はい、私どもが3年ほど前に地元の高校生と一緒に開発して作ったトラフグの生ハムといった商品がありまして、こちらがもう身のみを使っているので、その際にたくさん皮が出てきまして、それを何かまた美味しいものに加工できないかなというところで、皮キムチというものを開発しました。トラフグの皮は大きく3層に分かれていて、皮キムチには外側と真ん中の層を使います。外側がまだこういうトゲトゲしているので、これを今から慣らして、またこれもキムチに使います。一番外側の皮のザラついた部分を機械でさらに剥ぎ取ります。トラフグの皮は弾力があり、コラーゲンもたっぷりです。ちょっと部位によってお腹側とか背中側でもちもちだったり、プリプリっとしていたり、いろんな食感が入ったキムチになってます。それぞれ部位ごとに茹で時間も変えてます。本当に手間暇かかっているんですね、はい、続いてキムチのタレと合わせていきます。おー、タレかなりドロッとした感じがしますね。そうですね、キムチベースに、あとこちらでいろいろ調味料を調合しまして、コクとあと辛みとのバランスを考えて調合してます。開発で一番ご苦労された点っていうのは。はい、タレを、もう
皮がぐんぐん吸い込んでしまうので、そこをもうちょっとジューシーさを残すのが苦労しました。フグの皮の美味しさをもう最大限に引き出したキムチってことですね。そうですね。手間暇かけて作られた砥石のトラフグ皮キムチ完成です。ではいただきます。染みてます。すっごく食感が楽しいですね。コリコリしてるとことか、ちょっとこうむにゅっとしてるようなとことか、もうまず食感のパラダイス、ね、噛めば噛むほどこの爽やかな、なんかこうちょっとピリッとしたタレの味が染み出てきますね。またもう一口食べたくなるような、たまらないですね。なんかもうリズムができてきますね。おいしい。この口のまま本当に白ご飯を、いやビールもいただきたくなりますね。お酒にも合います、ね。はい、冷ややっこに乗せたり納豆と混ぜたり、いろいろなアレンジもできます。砥石の方でもう丹精込めて長いこと育てられたトラフグですので、もう余すところなく使いたいと思って作っているのと、あとまあうちの方でも美味しさをさらに手間を惜しまず、いろいろボイルの時間とかね変えたりこだわって作ってますので、たくさんの方に砥石のトラフグの美味しさを、はい、伝えていけたらなと思います。トラフグの皮のキムチすごいです ね。とっても手間暇かかっております。さあその味をお二人も食べてみてください。食べてみたい。はい、どうぞ。いただきます。本当にね不思議な食感でした。プルンプルンしてますね。たっぷりいただきます。どうぞ。あ、ほんと、もちもち、コリコリ、そうプルプル、すごい出てきますよね。プルプル、辛すぎない、上品です。お上品、でも味もしっかり染み込んでますね。そうだから、まあお酒のお供にも、そしてこうご飯と一緒にもってことなんですけど、岸さん何ですかそれ、そのでっかい握り飯、おにぎりは仕事じゃなくて食事だと思ってるの。家からおにぎり持参してきました。なんか本番前にゴソゴソしてるなと思ったら、でも合う、そんな、めっちゃご飯進む。そうなんだ、やっぱり。わ、これはとんでもないよ。進んじゃうね。毎日の自家製おにぎりもこれで美味しくなります。はい、そんな、ご紹介しました石井商店の砥石トラフグ皮キムチは Amazon の日本ストアから購入できます。ヒント、地元応援団のウェブサイトからもアクセスできますよ。アマゾンの日本ストアでは他にも九州沖縄の一品が紹介されていて、日本各地の名産品特産品を応援しています。ぜひチェックしてみてください。ここまでピント地元応援団のコーナーでした。